嗨，大家好，我是鹿酱，谢谢大家今天来看我的影片。之前我在公司拍很多大家的包包开箱，然后就有非常多人留言说，那社长呢？那最近呢，终于有时间可以让我拍他的包包里面有什么，我自己也超期待，不知道男生包包装什么，因为我几乎只看过文当的包包里面。那除了社长之外呢，还有请到公司另外一位男性社员，大家可以看一下日本男生包包里面都装什么东西。那我们就开始吧。那今天我们请到三位，首先是大家看习惯的 Seika 桑。好，大家好，我是 Seika。 Seika 那你用过语了。大家好，我是 Takuma， 我久しぶりです。久しぶりです。社長めちゃくちゃ久しぶりですね。髪が伸びました、本当に。社長はどうして髪を伸ばそうとしたんですか？ちょっと人生で一回もロングヘアやったことがなかったんで、ちょっとやってみたいなと思って、このくらいまで伸ばそうかなって。長いて。すごい。私より長いて。次は誠さんです。大家好，我是し誠。中国語間違ってます。那首先呢是誠さんのバッグ。こちらがランデブのエッセンシャルバッグ、日本側を使ったバッグになります。メンズの方もね、持っていただけるので、こうやって誠くんにも愛用していただいてます。お水ですね。よかー。今日お水大きいやつ持ってます。それがいいな。パソコン、おお、充電器ですね、パソコンの。今まではブーブーっぽいぞ。次ちょっとネリースっぽい万能茶。なんでよ。めっちゃハマってまして、ただのお茶だとちょっと物足りない、のでこの万能茶実際に入れて、で食べ物シリーズで焼きおにぎり。大好きなので今超近く撮ってます。这个一定要加热才好吃，大家如果来日本的 Seven Eleven 可以买，这是 Seven Eleven 他们自己出的酱油烤饭团。カロリーメイト。あら、ここでまたメンズっぽいものが出てきた。小腹空いた時にちょっとカロリー取れるよっていうので、最後リンゴです。これ可愛いね、なんかクマの袋。可愛いよね。あ、青森のリンゴです。え、美味しそう。美味しそう。なんか今のところもモデルなのか。那マコト说他平常这三个几乎都一定会带。なんでリンゴがいつも持ち歩いてる。スーパーでいつも買ってるんですか？あ、スーパーです。次がモバイルバッテリー。おー、かわいい。これかわいいね。マレーシア行った時に買って、ここと、何でも充電できるっていう。かわいい。次行きます。这个是我们ランデブ的免费赠品。バッグです。かわいい。急遽買い物行った時とかにこれで。次がお化粧ポーチになります。ランデブじゃないですか。かわいい。まずミスト。いや、私より女子だった。お、匂い的なやつ。ちょっと周りいい匂いさせたいなってと。セイカさんもうすぐ始まるんだから。社長アドバイスを。顔でかすぎ。リップ。あ、メンソレータム派ですね。で最後に鎮痛剤ですね。ペンちゃん行こう。大事大事。あ、やりたかった。かわいい。いつもはコンシーラーとか入れてるんですけど、今日ちょっと切れちゃって、この後買いに行って。お財布ですね。これは二十歳の時に初めてちょっと高いやつ買って。おイヤホン。ああ、大事、ね。これ大事です。あと名刺入れ。あら、ランデブー。ランデブー。プロで。最後にちょっとはみ出しちゃってる歯ブラシ。かわいいね。以上になります。ありがとうございます。那接下来是我们的社长。社長です。誠くん終わりました。次、僕なんですけど、僕のカバンはですね、ランデブのこちらです。フィッシングバッグです。ちょっと年季が入ってるんだけど、なんかヴィンテージですね、もはや。はい、最近僕こういうスタイルが好きで、結構あのフーディーとかにこれ合わせてつけてます。ということで、まず中身をどんどん紹介していきたいと思うんですが、なんかめちゃパンパンですよ。めちゃパンパンなんですよ。これあの誠くんも紹介してたんですけど、クリスタルガイザーですね。電気バリブラシでーす。これはちょっと手貸して。これあの電気が流れていて、あの顔とかにやると顔のむくみがすごい取れたりとか、頭皮にやるとハゲ防止になったりとかすごいするんですけど、いきますよ。おっやめてよ、やめて。してして。ただこれは化粧水とか塗って顔が濡れてると全く痛くないんですけど、ただマジでむくみ取れるんで、これ超おすすめです。次なんですけど、僕はですね、イヤホン持ち歩いてるんですけど、前までね、 Bluetooth イヤホン使ってたんだけど、最近はもうこういう風に有線のイヤホンに変えてます。で理由がなんか結構 Bluetooth がね、脳に良くないって。使ってるんだって。落ち着かれます。で僕
はあの有線オンリーで最近はもうずっと使ってます。うちの猫がさ、これ噛むんですよ。あの家であのストック5個あります。スイカさん他们家有养两只很可爱的猫咪，一只叫做ガブ，一只叫做ミランダ。でもね、ガブガブするのはガブです。ガブちゃんだけです。次はですね、こちらにございます。これ何ですか？最初に TikTok 用で買ったんだけど、最近はあのお昼寝するときに使ってます。いや、そうじゃん。本当に寝顔見られたくないなってことは、これをこうやって被って、めちゃ変なやつやん、これ。みんなおすすめです。Amazon で買いました。なるほどね。寝顔見せたくないときに仮面被るのと、はい。500円です。スイカさん納得するの早い。ランデブーのキャップです。あらま、これめっちゃ可愛いんですよね。そう、超可愛い。夕方にかけて髪の毛がね、結構ワーッと今長いになるんで、スイカもこれを被って、こうやってしまってます。おー、あ、似合います。ありがとうございます。で、次、ヒゲ剃りです。え、ずっと持ち歩いてますか？そう、あの、夜とか結構会食入ることが多いんで、行く前にちょっとヒゲをね、綺麗にしてから行ったりとか。なるほど、すごいね。怒らないですね。次が、こちら。これはですね、あのチャクラを開くスプレーと言われてまして、愛と平和にあふれるっていうチャクラなんですけど、これはですね、第4のチャクラが開くというスプレーでございます。そう、人に優しくなれるスプレーです。これ会議前とかにやると、なんかすごいいいアイデアが生まれるとかするって言われてるスプレーで、これすごいおすすめです。次がこちらです。じゃじゃん。これは僕のパフュームですね。モスという名前のものでして、いいダンディーなおじさんの香り、匂いもファッションの一部なので、ちょっとしっかり気を使って普段生きてます。スチャは香りもの好きなんですよ。なんでプレゼントでよく。そうですね、ちなみに僕香水は家にね、本当に300個ぐらい持ってます。それは嘘。香水それは嘘。マジでマジで30個の間違いで300個。どっち？はい、30個。で、次、こちらです。モロッカンオイルなんだけど、マジでこれもいい匂いするオイルで、これ台湾でもめっちゃ流行ってます。そうなんだ。次、僕が持ち歩いてるのはこちらでございます。いや、でかいね。ねー、なにこれ。でかいて。これリーファーのね、頭皮マッサージなんだけど、マジでいつも持ち歩いてんの？これ、重いですよ。どう？あ、すごい。すごい。へー、この状況なんか、スイカさんもな、あのお面もしてるのが、この状況がっていう感じで、これマジでおすすめ。めっちゃよくて、あの顔がこう開かない時あるじゃないですか。だいたいこう頭皮凝ったりとか、顔凝ってたりしてて、これを頭にやると顔パーって開くんですよ。最後は僕のラプトップですね。という感じで、僕は割となんだろう、こうヘルスケア系を普段持ち歩いてることが多くて、だからもう眠いなと思ったら、これなんかこうダダダ。頭皮靴多くない？やばくない？あの、ハゲてはいないんですけど、ちょっと予防ということですというのが僕のワッツイマバッグでした。おー、ありがとうございます。この中は前の2つ、この中何も入って、あ、ナイス、ごめん、1個忘れてました。こちら、お香になります。ライター、お香つけるライター、これがお香器っていう感じで、僕は結構香り物が普段多いですね、持ち歩いて。好的，谢谢大家看今天这支影片。那我们谢谢 Seika 桑，还有小舅，还有马可多桑。那我开箱他们两位的包包，他们包包东西真的超多的，我有吓一跳。那如果大家之后还有想要看什么样的影片的话，都可以在下面留言跟我们说，我们都会再拍影片。那谢谢大家今天看我们的影片，谢谢。那我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢。私たちから告知がございます。はい。バックといえば最近こういうことをしました。じゃじゃーん。はーい。2人で企画したミニバッグシリーズが発売されます。12月14日からもう発売されているんですけれども、ちょっとホリデーシーズンに向けたものなんですけど、はい、これからも発売していく予定なので、ぜひデートの時にね、なんかあの彼女が持ったらすごい可愛いかなと思ったサイズ感をイメージして作りました。リップとかね、お財布も入るし、しかもちょうどいいんだよね。可愛くない？マジで見てみてください。那台湾可以购买的网址我都放在资讯栏，那大家有兴趣的话可以看一下，谢谢大家，谢谢。耶耶，我讲中文的时候大家都听不懂，然后大家就看着镜头发呆，好好笑。何何？私たち日本語言ってる時にみんな分かんないから、なんかカメラを見てし、なんかぼーっとしてる。バレた、バレた。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。